イチロー以来20年ぶりとなるシーズン MVP に輝いた大谷翔平27歳。5年前の独占取材を振り返ると、覚醒の片鱗が垣間見えた。やっぱフォームってちょっとずつ変わったりとかしますか？フォームは変わりますね。デビュー筋力によっても変わりますし、その体のレベルによっても変わると思うので。プロ入り前は本人も予想外だった二刀流への挑戦。どっちをやったらいいのかも分からなかったですし、じゃあご本人としてはどっちかに選ぼう。僕はもちろんそうですね、選ばないといけないもんだと思ってたので、うもうそういう考え方もなかったですし、やらせてくれる環境があるとも思ってなかったので。さらにこんな素顔も。あれでしょ、あの YouTube でいつもこう野球 の, あのやつを見てたりとかなさる。 YouTube はそうですね、うん、友達ですね。友達あでもね、分かる気がする。リアル二刀流で MVP 受賞、貴重な映像で大谷翔平の進化に迫る。11月20日土曜夕方5時、バースデー。